気持ちいいな。あれ、これちょっと電話鳴ってんだ。すいません、電話鳴ってますよ。すいません、すいません、すいません。はい、電話あ、はい、鳴ってません。電話あ、本当だね。もしもし、あれあれ、もしもし、あっ、すいません、こっちでした。すいません。もしもし、はい、あ、寝ぼけてらっしゃる、ね、すいません、こんなこと初めてなんですよ。僕だって初めてですよ。もしもし、おお、ともか、どうした。今中央公園だけど。あ、そっか、明日デートの約束してたっけ。ごめん、すっかり忘れてたわ。お、はい、もしもし、はいはい、何、うちの娘を誘拐した。じゃあ明日どこ行こうか。な、娘は、真弓は無事なんだろうな。え、俺が行きたいとこどこでもいいの。あ、言うことは何でも聞く。本当に。本当だ。で、そっちの要求は何だ。ディズニーシー行きたい。やっぱりそれか。行ったことないからさ。ねえねえ、ディズニーシーの入園料っていくらぐらいすんの。3000万。そんな高かったっけ。お前な、3000万って金がどれだけの大金か分かってるのか。まあそのぐらいだったら俺バイト代出たからなんとかなるよ。なんとかなるわけないだろう。それでそっちの要求はそれだけだろうな。あとお弁当作ってきて。それは無理だ。お願い。無理だ。じゃあね、代わりに俺がお弁当作ってってあげる。おい、考え直せ。大丈夫だって、すげえ得意なんだから。ウインナーをタコさんウインナーにしてってやるよ。うまくいくと思ってんのか。大丈夫だって。あとリンゴをウサギさんみたいに切ってってやるよ。変な真似はするな。分かったよ。まあとにかく楽しみにしててよ。なあ、そんなことより娘は無事なんだろうな。え、お前電話で俺に何言わせようとしてんだよ。なあ、本当に無事なんだろうな。誕生日もクリスマスも一緒だったし、お前が会いたいっていう時いつでも会いに行ってやってんだろ。そんなのは信用できないよ。なあ、声を聞かせろ。え、早くしろ。俺はお前のことを愛してる。よかった。そんな喜ぶなよ。なあなあなあ、俺たちもうさ、付き合って3ヶ月ぐらい経つじゃんか。そろそろいいんじゃないの。何、明日中に3000万集めるだと。うん、だから明日ディズニーシーの帰りさ、一緒にホテル行こうよ。無茶なことを言うな。お願い。無理だ。お願い。無理だ。頼む。無理だ。めちゃくちゃ優しくするから。そうしてくれると助かる。本当に嬉しい。じゃあ一番綺麗な下着つけてこいよ。言われなくても分かってるよ。それで受け渡しの場所はどこなんだ。でもさ、ディズニーシーっていろんな乗り物があるんでしょ。例えばどんな乗り物があるの。渋谷のハチ公。乗りてぇ。それは乗ってみたいわ。ちょっと目立ちすぎるんじゃないか。他はどんな乗り物があるの。山手線の車内。あ、俺ね、ぐるぐる回るのは酔っちゃうからダメなんだ。わかった、内回りの最終電車だな。明日着てく洋服も買ったんだ。どんな格好で。そっちの服装は黒いサングラスに黒い革ジャンで、下は赤いミニスカート。なるほど。おお、いいんじゃない、秋らしくて。髪型も変えたの。どんな髪型。パンチパーマ。最高。一番好きな髪型だわ。うん、あ、ごめん、ちょっとキャッチャー行っちゃった。また後で電話する。じゃあね。なあ、そんなことより金さえ払えば娘は返してくれるんだろうな。それは分からないってどういうことだよ。くそ。おお、田所か。そうそう、お前に貸してたさ、如月真由美のアダルトビデオあるだろ。あれそろそろ返せよ。バカ、あげたわけじゃねえよ。あれすげえ大事なんだって。返せよ。ふざけんなよ。なあ、とにかく娘を返してくれ。大事な一人娘なんだよ。おい、聞いてるのか。おい、聞いてんのか。真由美を返せ。真由美の返せ。俺の生きがいなんだよ。俺の生きがいなんだよ。おい、真由美のうめき声が聞こえたぞ。おい、真由美のあえぎ声が聞こえたぞ。真由美に変なことするな。真由美で変なことするな。縛られてんのか。縛られてんのか。あー、ムカムカする。ムラムラする。大事な娘なんだよ。大事な無修正なんだよ。まさか消すつもりじゃないだろうな。消さないでくれ。大事なんだ。消さないでくれ。真由美を返せ。え？